ナブリッジ。私が守るわ。解散しなさい。天命に残る以外テレサに選択肢はない。テレサは天命本部から最も遠い極東支部への転属を申請した。それと極東支部にバルキリーを育成する学園の建設も要請した。聖フレイヤ学園。そこでテレサは自分の命を大切にする、コマにも犠牲品にもならないバルキリーを育てる気だね。考えが甘いね。2009年6月21日。私が守るわ。戦闘難易度の再計算が必要ね。やはっはっはー、もう少し人がいればピクニックができるわ。
実験体 A310 は本当に奇跡だ。 A 型から E 型までの260体の中で A310 だけは完璧な意識を持っている。それと A310 からはカレン・カスラナの影が感じられる。僕のカレンであると信じたい。でも怖い。もし A310 が僕のカレンではなかったら、僕も人類のトップに君臨する古今東西の科学者たちのように真理の扉の前に立っているのかもしれない。でも僕の理性が扉の向こうの真理が本物かどうかを疑えという。魂というのは今の科学では解明できない概念だ。でも僕は知っている。ゴッドのところに僕の欲しい答えがあるかもしれないことを。それにゴッドの使者リツ社はすでに誕生した。前の文明の記録によれば、第六律者、死の律者には魂を置き換える力があるらしい。死の律者なら僕の欲しい答えを持っているはずだ。その答えで、僕は本物の僕のカレンと再会できる。僕の500年来の宿願が叶う。だから答えが出るまで僕はゴッドを守る。ネゲントロピーの奴らに僕の体型の邪魔をさせはしない。そして答えが分かったら、ゴッドを殺すさ。ここをもっと綺麗にしましょう。近づけさせないんだから、なめるなよ。
これからは二人の時間よ。可愛らしい子たちにロマンチックな気分になってみない？出発よ。はあ、やっ、ついてきて。これからは二人の時間よ。ちゃんと私を見ててね。綺麗な女の子は何でもできるのよ。十字架の出番のようね。この服気に、この服気に、この服気に入ったわ。団長、どう？もっと可愛くな、どう？もっと可愛く。Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.